お疲れ様です。ただいま城ヶ島から帰ってきました。今日の晩ご飯はまた流水麺です。いきなりなんですけど、オシエ内蔵さん、今日は本当にありがとうございました。今日はオシエ内蔵さんに池袋まで乗せてもらいまして、早く家に着きました。で、何が良かったかって、普段やっぱ自分車の免許持ってないから、高速道路まず乗らないんですね。で、高速道路から見る、レインボーブリッジ、そしてコンビナート、本当に綺麗でした。ありがとうございました。あとみんなに報告があるんですけど、実は以前から話を聞いてたんですけど、パーキングエリアに猫が捨てられてるんですよ。2匹、3匹か。で、帰りにその猫ちゃんたちにご飯あげて帰ったんですけど、で、それ動画はまあ、1匹だけあげて、あと写真撮ったんで、コミュニティとかにあげたいと思います。ね、命を何だと思ってんだと。だってパーキングエリアに捨てるってことは、ね、もうそこから出れないわけじゃないですか。高速道路だから。だからそこに捨てる。で、まあ、みんなね、心優しい人が多いんで、一応、生きて過ごしてるんですけど、やっぱご飯あげてる人とかも、いるみたいで。ただ、ね、そんなのたまたまじゃないですか。命を何だと思ってんだと。本当になんか見てて悲しくなりました。かわいそうです。ネギ落とします。ネギはね、体にいいんでね。よいしょ。んなもんかな。あとどうせ水入れるし。できました。今日の晩ご飯は流水麺のそば、サバの塩焼き、あとプチトマトとオニオンのサラダと、あとくるみ7粒です。ではいただきまーす。